験番号1番常住富弘です。よろしくお願いします。詩は書けない、感じたまま喋る、心に浮かんだまま、何かに動かされて絵も描けないさ、光と影の色をパレットに作れない、夢の中で描くだけだよ、役者じゃない、芝居はできない、見かけ通りのやつだよ、この僕ありのままなんだ、このままの僕を愛してほしい。メジャーとマイナーコードにメロディーも、僕は語ろう、感じるすべてを音に乗せ、リズムにポーズ、響くハーモニー、フォルテにピアノ、紡ぐファンタジー、僕こそミュージック、ミュージックだけが生きがい。哲学なんて何も知らないさ、赤触りが大好き、それが僕なんだ。礼に知らず、礼物と言われても、わけもなく叫びたくなる、退屈、ぶっ飛ばす、爆発しそうなんだ。自由と輝き求め、愛をどこまでも、行く先は知らない、僕が誰かさえ知らない、このままの僕を愛してほしい。メジャーとマイナーコードにメロディーも、僕が語ろう、感じるすべてを音に乗せ、リズムにポーズ、響くハーモニー、フォルテにピアノ、紡ぐファンタジー、僕こそミュージック、このままの僕を愛してほしい。いやいや、どういう始まりなんだっていう話ですよね。すいません、本当に。常です。皆さんおはようございます。はぁ、熱っ、熱っ、やばい、めちゃめちゃ熱い、熱すぎる。扇風機の前に今いるんですけど、多分音がやばいと思う。音やばいですか、大丈夫ですか。あちぃ、あちぃ。すいません、皆さんお待たせしました。なんかオープニングをしたかったんで、ちょっとね、久々に歌ってみました。下手くそですいません。こんなやつがあの名曲を歌うなっていう話なんですけど。曲がめちゃめちゃ好きで歌っちゃいました。失礼しました。あとね、すいません、うるさいからクーラーとかね、つけないで、もう本当にサウナ状態で撮影してるんですけど、さすがに今日はちょっとね無理なんで、クーラーつけさせていただいてます。ちょっとうるさくて申し訳ないです。すいません、二重にねうるさいよね、僕の歌とクーラーの音と。失礼いたしました。はい、そうなんですよ、今日は特にないんです。いやもうね、早く舞台に立ちたい、皆様の前で歌いたい、踊りたい、なんか表現したいということで、もうね、なかなかやっぱり最近すごいぶり返してきているじゃないですか。ちょっと気をつけていかないとなって思うんで、外出もなかなかこうできないというか、しない方がいいなっていう状況ですが、いやーもうとにかくね、とにかく外で撮影したり、なんかいろんなところ行って遊んだり、いろんなことしたい。先週のインスタライブでですね、ちょっと歌ってほしいみたいなことを言われていて、いや僕の歌で大丈夫ですかっていう風に聞いてたんですけど、そういうリクエストがございましたので、今日はちょっとねオーディション形式でね、皆さんの前にこうやって姿を現しました。なのにネタは何もないという。今撮影してるのが7月の24日なんですけど、そう、オリンピックもね開催されるはずだったのに開催されずということで、今日はね20時から1分半の間花火が上がるそうです、全国で。とにかくね、この状況が花火のように晴れて、早くこの現状が明るくなってもらえればなと僕は思っています。
ています。今日は金曜日なので22時から僕のインスタグラムでインスタライブをやりますので、皆さんチェックしてみてください。下の概要欄からね、一緒に楽しんでいきましょう。これからお家で再現っていうのをねちょっと撮っていきたいなと思ってるので、皆さん何かリクエストがあったらぜひぜひコメントの方にしていただけたらなと思います。ジブリの作品2つをですね、こうやってお家で再現してるんですが、ジブリだけじゃなくて映画でもいいですし、なんかねいろいろ僕映画大好きなので再現していけたらなと思っています。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、もしこの動画がよろしければグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録とコメントぜひよろしくお願いします。今日はもう全くの内容のない動画になってしまいましたが、再現動画だったりあるある動画だったりをねこれからどんどん出していけたらなと思っていますので、皆さんぜひ楽しみにお待ちくださいませ。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。